四季駅付近空中写真、1974年撮影国土、画像情報ルソカ空中写真より、東口も南口から伸びる東北通りもまだ整備、されていない。四季駅は、埼玉県新座市東北2丁目にある、東武鉄道東上本線の駅である。駅番号は、TJ14。開業当時の所在地の自治体名である四季町に、由来する。 海鮮省任意、下田慶十郎や沿線の有力者が駅誘致を働きかけたことにより当初計画が変更され四季町を経由する経路で付設される。改札口は四季側にのみ設けられ四季駅と命名された。1960年、新座町に立教高校が移転したことに合わせ新座側に南口が新設される。 1970年3月に駅舎は池袋寄りの京城駅に移設し、所在地が足立町から新座町に変わったために新座町の住民により新座駅への解消を要望されたことがある。島式ホーム2面4線を有する地上駅で京城駅舎を有し、南口と東口の出口がある。上下線とも速達列車との接続が可能である。 2.3番線は当駅発着の列車、及び環球接続、通過待ちを行う列車が使用するほか、下り普通列車は当駅発車後に、本線へ戻るため、通過待ちを行わない電車でも2番線を使用する。また2016年3月26日より、福都新線直通の急行運転が始まった。本来普通以外は1.4番線を使用するが、 1.4番線は和光市駅で接続する、準急電車が使用するため、福都新線直通で、なおかつ急行や快速急行は2.3番線を使用。これは当駅の他に、和光市駅、朝霞駅、朝霞台駅でも同様。なお、朝霞駅には急行以上の種別は止まらないので2.3番線を通過する。東上線は和光市駅間が複々線で、 当駅より下り方は、伏線区間となる。ラッシュ時を中心に当駅と池袋駅、または、有楽町線、福都新線を結ぶ普通列車が設定されている。なお、福都新線からの8両編成の列車は当駅で折り返す。駅ホームと改札内2階を結ぶエレベーターが、上下ホームに、各1機ずつ設置されている。 エスカレーターは上下線とも池袋型階段に併設されている。川越型の敷地域には4線の引上げ線が上下線に挟まれる形で設けられ、構内にもホームに並行して2線の電流線がある。ホームに並行する2線の電流線は南西側2本の引上げ線を用いることでで、入庫が可能である。複々線改善は引上げ線は1線のみであったが、 有楽町線の乗り入れに伴い、4線に増設している。また、それまでは上下線も引上げ線の北側に位置していたが、引上げ線の増設に合わせて、下り線を南側に切り替えている。駅構内には、かつて改札前に登場選定危険売り場があったが、開花の南口に移転した。改札外コンコースにはかつて、京阪グループである10サーバーの首都圏。 1> 第1号店が出店していた。商業施設として、改札外コンコースに、駅屋敷がある。東口方向はかつて、ショートトーン、タスクだったが、2017年6月に、駅屋敷として、リニューアルオープンした。東武川越駅管区参加の駅長配置駅で、柳瀬川駅を管理する。出店店舗の一覧、詳細情報は、東武鉄道公式サイト。 四季駅構内の店舗 ATM を参照2020年度の1日平均乗降辞任は77,230人である。登場線では池袋駅、和光市駅、朝香台駅、川越駅に次ぐ第5位である。東部鉄道全駅中、脱線への乗り換えがない単独駅としては乗降辞任が最も多い。また、他路線と 接続や連絡輸送をしない私鉄の駅では本厚木駅、東洋町駅に次いで日本で3番目に多い。近年の1日平均乗降乗車人員は下表の通りである。当駅は四季市新井座市に隣接する。駅舎の大半は新井座市にあり、東口の一部が四季市である。駅周辺の主な道路は埼玉県道36号豊屋敷線。 京王通りや埼玉県道40号埼玉、東村山線、四季街道、駅東口と埼玉県道36号、宝屋敷線とを結ぶ埼玉県道244号、四季停車場線がある。隣接市は、文京都市であり、駅南口に、立教大学ニーザキャンパスや、立教ニーザ中学校、高等学校、東口に、京王義塾四季高等学校がある。 古くから、急行列車の停車駅であり、駅周辺の商業化が進んだ。かつての駅北口には、ララポート式や、大英式店があったが、いずれも閉店し、跡地に分譲マンションが建設された。駅周辺の大型駐輪施設は、南口側にある。東口には、駅ビル、ショートトン、タスク、丸いファミリー式があり、南口には、ニーザ、ホットプラザがある。 東口バスターミナルは、四季地本町5丁目に位置する。駅コンコース2階から続く、ペデストリアンデッキの先の地上階にあり、丸いファミリー、四季など、四季地の駅前商業施設群と一体化している。改札からは、駅ビルペデストリアンデッキを抜けて3分程度かかる。南口バス乗り場は、駅前ロータリーにある。なお、国際工業バスの定期券は、 近隣のララポート式で発売していたが、2005年3月31日に閉所した。閉所後は、西浦和営業所で取り扱っている。ありがとうございます。